りつめてずっとやりてぇ。おい、カイド一回海入ろうぜ。バカ、夏休みじゃないんだよ。裏切り者ダイナスティじゃないですか、これ抜け駆けじゃん、抜け駆けダイナスティじゃん。なんか戦国ギャグみたいな。なんか興奮しすぎてお腹痛くなってきちゃった。そんなやついる？食べすぎて。ごきげんよう。ごきげんよう。さあ、ということで、今回はですね、こちらのメンバーでお送りします。イエーイ。すごいですよ、本日プレイするゲーム戦国ダイナスティやっていきたいと思います。おお、なんだそれ。いや、もう注目作、で話題作です。へえ、そうなんだ。あの、ご存知ない最新作か何かですか。新しいよね、でもね、出たばっかですよ。で、このゲームなんですけども、中世日本のですね、生活を体験できるオープンワールド RPG。 なるほどね。 RPG 要素もあるという。あの、なんとですね、これサバイバル要素、僕らの大好きなのサバイバル要素、はい、を混ぜ合わせたマルチジャンルゲームとなっております、はい、生活を築き上げ、共同体を繁栄させ、飢餓と戦乱で荒廃した地域で自分の王朝を作り上げる。いいですね。もう好きだよ、こういうゲーム。たぶんマジ好きそう。なんかすごそうだよね、やろうよ。これ壮大な感じしますよね。やることは多そうですよね、うん。さあ、じゃあもうやっていくか。やろう。やりながらなんかいいね、こういう系のゲームね。とかさ、時間かけてやりたいよ。大名の一存は国を平和に。みんなちょっと見て見て。あ、じゃあ見して見して。それから故郷の村を離れ。日本語だ。これよ。それから故郷の村を離れ一月。ナレーションも入ってる。道なき道を歩き続けた。道なき道を歩き始めた。時には盗賊に出くわし。盗賊に出くわし。ある者は病を患った。行く先々に光る戦の恐ろしさを物語っていた。夜になると収穫できなくなった畑のことを思い出す。それに家族のこと、のこと、子供たちや村に住む人々のこと、置き去りにしてきたご先祖様や村の神様には許しをなんとかで、私たちが願うは早く新しい家が建てられること。願うはあの伝説の平民の持ちたる国で、平民の持たる国で、また家を建てて平和に暮らすこと。漁師たちに手を貸してもらえた。船は最後の目的地へ向かう準備ができている。大海原が旅立ちを待ち受ける。旅立ちを待たせる。とにかく無事にたどり着くことを。無事にたどり着くことを祈ろう。そしたら、あの、日本戦国時代はかっけえな。日本戦国一番好きなんですよ、俺。戦国時代。あ、そう、はい。好きな武将は？織田信長か前田慶次です。始まった。いきなり始まった。うわ、マジこのタイプのゲームめっちゃ好き。よかったね、出会えたね、また。結構ジュリーがいないのが嬉しいわ。よかった。これでジュリーいたらもうダメだった。荒らされるからな。家パリピーみたいな。よかった。お、宮田が来た。宮田が来たよ。うお。あ、来た来た来た、玉森。こんにちは。こんにちは。お、みんな無事か。やった。やった。合流できた。ちょっと手こずったけど合流に。オープンワールドでジャンプしたくなるよね。ジャンプ。わーい。嬉しい。わーい。なんかこれスクショしてるな。そこにさ、薪あるからこれ拾っていい？これ薪拾うね。おー、やった、薪拾う。薪はどうやって拾ったの？おー、とりあえずあとで言うと A だね。あー、こっち行く？ね、みんなさ、 Y でさ、作れるものみたいなの確認しといて、なんか。なるほどね。木槌、石尾の、石尾の、石の担当。あー、もう早く着いて。ずっとやりて。おい、カイト一回海入ろうぜ。海入ろうぜ。おい、バカ、夏休みじゃないんだよ。おい、海だー。食らったな、なんかちょっと。海、結構浅瀬だね、これ。ねえ、どこまでも行けそうだよ、これ。奥の方まで行ったらさ、あの、ジュリとタマが作ったラフトのやつ、ボートあるかな。これ、繋がってんの。さあ、じゃあなんかいろいろ拾っていくか。まず何すればいいんですかね。装備とか。今、一応タスク的には他の生存者見つけるになってるんだけど、なんか話しかけたりするのかな。お、なんか石拾ったぞ。あ、拾って石は。ちょっと開拓しなきゃいけない。なるほどね。これ荷物のパンパン具合とかは別にないのかな。ないのかね。おお、あ、一
応あれ。アコに話しかけて。アコにもうここにいるよ。話しかけていいよ。いいか。アコ話す。なんか大事なこと言ってたら教えて。あなたはえ、じゃあアコの話。アコ生きていたのか。船が沈んで、あ、動くな。怪我してるよ。私は大丈夫。ただ寒いの。ここで待ってろ。助けを呼んでくる。まずは焚き火だな。それから風よけもかな。風が当たらないようにね。あそこで女の子と話してる人がいるぞ。心配するな。必ず助けるから。そうだ、即席の斧と木槌を用意しないとな。即席の斧と木槌。即席の斧と木槌ね。ってことは木が必要ってことか。木か。あ、俺火なんかすなんだっけな。なんか取ってたな、俺さっき。石。何取ってたの？あ、俺もう石斧作れたよ。え、やくない？木は木どこやった？あ、ごぼうがあるよ、ごぼう。みんなごぼう。俺仲間だけど、みんなより先に進んでいくから。ちょっと待ってよ。なんか拾った時とか教えてよ。枝と石拾ってます、無限に。木槌を使って焚き火を起こす。焚き火。赤松。え、集めたものってどこで確認できる？あ、斧で伐採するのは分かんないな。前ですか、これか。お、肉持ってる。なんで？あ、なるほどな。肉多分それ最初の情けじゃないですか。なるほど、ありがてえ。木槌を持って。え、みんな丸太とか木？え、丸太？村上さんみたいなもんから。丸太どこにあった？何する？丸太とか落ちてる、普通に。あのね、こういうゲームはね、まずね、ツルハシと斧作るんですよ。で、伐採とかしていくんですよ。なるほどね。うん。じゃあ斧持っとく。これあれ、耐久性あんのかな？ないのかな？いや、一応あるっぽいです。ある？あ、本当？あ、焚き火できました。サンキュー。調理しよう。焼肉？焼肉？焼肉いいね。なんかずっと肉焼いてない、そこで。誰？あ、これバー。あ、これアコか。アコ。あ、これアコか。ごめん、俺のさっきから誰が焼いてんだろう。ずっと肉焼いてんなと思ったんだよな。あ、これ自分も八重作んなきゃいけないのか。みんなやってるよ。とりあえず斧を作った。装備。お、木の槍ゲットしたってことは狩りに行けるな。俺ね、担当持ってるから俺も狩り行ける。石の石、うん。ちょっとさ、狩り行ってみる。行くか。え、なんかいる？狩れるもの。え、わかんない。あ、なんか誰かいるよ。開けていいのかい、これ。あ、寝ることもできるんだ。油ゲット。モグラ。え、これ何？これいいのか？きちんとした魚。ね、太郎ってやつと話してんだよ。え？ははは。鉄だ。私たちは本当にそう呼ばれているのかい？いい響きじゃないか。もうちょっと。え？いいの？これ待って。この太郎。太郎なんだって？え、太郎がなんかあの無駄話してたの。じゃ。無駄話。じゃあアコのとこ行くか。最寄りの村に行く。最寄りの村。どこだ村は。あなたのダイナスティレジェンドのレベルが上がりました。宮地だけ。うん、そんなことある。裏切り者ダイナスティじゃないですかそれ。そうだよな、抜け駆けじゃん。抜け駆けダイナスティじゃん。抜け駆けダイナスティっすそれ。うんな。え、村どこにありそう。あれか。あ、でもありましたね。あるね、あるね。なんか興奮しすぎてお腹痛くなってきちゃったよ。そんなやついん？食べすぎて。すげえ。あ、村じゃないこれ。話しかけちゃうよ。助け求める。最終民。あー、なんだい。石がこんなにあるのに。助けてください。うわー、これプライベートでもやりたいな。そっち力入れちゃうじゃん絶対。こっち力入れて。もちろんこっちでやりますけど、ガッチガチに作り込みたいわ。なるほどね。ちょっと待ってね。板を20枚、丸太に何とかを使う。あ、あれか、なんだっけ、なんて読んだっけこれ。鐘楼。新しい建築物が利用なの。石のじゃダメなのかな。これ作ってるから板を20枚、丸太に、なんて読むんだっけ。長名。本当に長名って言いますこれ。聞いたことないですよ。
丸太、丸太は丸太めっちゃ持ってる。丸太ちょうだい。ちょうないな俺が長男でやるからさ。ちょっと止まってください、止まってください。また私が言ったら、これが長男で。長男。ああ、そろそろこれ壊れるかな。こうか。こうか。20枚必要。ああ、必要だね。はいはいはい、石窯がぶっ壊れましたと。終わりました。あ、OK。藤七。藤七に金を。なんだむずいな。なんだ なんとか送れるように頼んだ。藤七の長じゃないですか。さっき長男の長じゃないですか。これ絶対そうだ。金、金だよねこれ。長金、金色、長老を立てるんじゃん。長老俺か。あ、しかみっけ。てか待って、見ない。え、行こう。狩ろう。狩りに行くぞ。それは行こう。いや、ただね、剣がしょぼすぎて。あ、大丈夫、任せろ。任せろ、任せろ。刺さらん。うん。あ、鶴橋で最終。どこにいるの。お、よし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 、皮を剥ぐ。どうしたの。うん、欲しいな。何を。剣か。皮しか取れないのか。刀。確かに。やっぱ戦国だからね。はい。刀欲しいよな。ああ、刀ね。刀も欲しいです。織田信長にも会いたいです、俺。探し行くか。行きましょう。じゃあ俺、小籠やっていくわ。ロマンがないな。あ、あったあった。小籠。最も重要な建築物だったよ。え？建造物。これを中心として新しい村を作ることが可能となる。小籠は他の、既存の村から離れた場所にしか建てられず、また村の全ての建造物や建物は長老の近くにしか建てられない。長老って何なの。あ、長老、いたいたいた、ウサギいた。もういろいろ、まあ仕方ないよね、そうなるよな。ってことはバストトイレができるのか。あれってことですかね。あ、そういうこと。さっきのアコがいたら辺で建てるってことなんですかね。あ、戻るってこと。まあ、だから好きなとこに建てて、多分一番その時使いやすいところに何回でも建てれるってことなんだ。ちょっとどういうこと。たまもう一回教えて。ちょっと一旦休憩していいよ。もう分かんなくなってた、ね、肉、生赤身の肉ってそのまま食べても平気。いや、危ないんじゃない。危ない。これさ、建てれんの。もうなんか釣り人パン。お、すげえ。これさ、建てれんのかな。タマすごいじゃん。有効な配置。でもここでやっていいのかどうかだよね。ニヤッチの方か。この道にをたどれば、猪木さんみたいでしょ。この道たどってけばいいのか。こっちだね。大ちゃんの方か。はいはい。猪木さんみたいな。この道を進む。ここか。あー、ここを拠点とする。なるほどね。やっぱじゃあ小籠立てよう。長押しちゃってよ。あ、不足してるなと思った。神社にはご利益と呼ばれるプレイヤーを一時的に強化してくれる神様からの恵みがあります。ご利益に預かるにはお供え物それぞれの神様に関する必要があります。クターンとかも結構あるんだ。層の道の経験値が得られます。なるほど。始まっちゃった。え？始まっちゃった。海。あれ？イベントスタート。イベントスタートしましたね。なんか地蔵っていう。ね、何それ？いや、俺地蔵の道になっちゃったかもしれないです。もしかして。地蔵。武士じゃなく。武士じゃなく。僧侶になっちゃうんじゃない？僧侶になっちゃうかもしれないこれ。僧侶もかっこいいじゃん。いや、俺でも。そのなんか長老？長老？うん。長老。絶対にどっかにあるんだよね、そもそも。俺も持ってる。それなんか俺がつけよう。なんかタンポポみたいな拾ったぞ。それ菊の花じゃないですか。もしかして。どうすか。そうか。もう菊の花だ、それ。それ俺欲しいやつっす。何が作れんの。僧侶になれんの。僧侶になります、俺。菊の花で。菊の花で木槌で、これね。菊の花1個もらってみますか。菊の花、どこにいんだい君は。近く行くんで。オッケー。
渡せんの？はい、兵糧、オッケー。藤7なんかいいところに置いとく？プレイヤービレッジ。でも1個立ってるよ、もう。いや、なんか移動できないけど、場所ここでいい？とりあえず。いや、これがさ、どういう役割か分かんなくない？真ん中、あ、でも移動できんだったら真ん中にいいじゃん、とりあえず。そうだね。あれ、捨てたら落とせないよ。渡せな、あ、渡せる。藤七に話しとけよ、藤七に。小さい家建てよう。オッケー、小さい家建てよう。家建てよう、家。はい。やったー、やって家建てられる。やったぜ。きたー。建物ってやつ？家が欲しいよ。村の建物ってやつかな。あ、間違えた、また作っちゃった。もう何個作ってんの、木槌。家、小さな家、小さな家ってのある？住居じゃないってこと？え、みんなどこでクラフトメニュー基本のけ、あ、違うね、建物、村の建造物じゃないですか、これ。え、違うのか。あった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 、建物やって、住居で、住居か、小さな家。あ、で、小さな家。来たー。え、いけるじゃん、誰か。俺いける？もうすげえ。いっちゃいっちゃい。え、みんなで行けんじゃん。みんなで住む、それとも一人。え、どうしますこれ。みんなで住もうよ。合同でシェアする？いや、ちょっとプライバシーのあれもあるしな。あ、だけじゃん、いいよ。いきます。せーの、ポン。お。うす。で、これ。これ叩くってこと？あ、今作ってるってこと？今作ってます。75。みんなでできないのかね。あ、みんなできない。お、すごいよ。暗いからね、ちょっと見にくいけど。ずっと叩くんですね、これ。明かりっすよ、明かりな。あ、明かりめっちゃ大事かもしれないですね。あ、資源が足りない。何が足りない、わかんない。あ、なるほど。そう板だ。あ、これみんなで作れんだ、一つの家。確かに。で、壁とかを作っていく。作っていく。そういうことです。即席タイムって俺なんか持ってた気がして。オッケーオッケー。あとはここか。鉱石新しい。掛け軸とかも取れるの。あ、ぬるい。ありがとき。で、これ両手持ちいける。お、屋根どうする？中入ってくる。あ、何？なんかみんな見えないよ。邪魔だな。邪魔だな、入れないよ、この中に。板は55、60、6、70。太い木じゃないと取れないのか。90。焼けた木か。おー、できたー。ナイス。すげえ。これも作ろう。なんか職人の道になんとかってなったんだけど、今藁が足りない。いろり作ろう、いろり。あー、あの資源が、そう、資源が足りない。くそ。とりあえず御座はいけるか。御座まではいけるのか。さっきあんなにいっぱい取ってきたのに。御座いけるぞ。あ、寝れるようになったぞ、みんな。ナイス。石か、石があれば。暗いな。これ一回寝ます？寝るか。え、夜になるのこれ。これ、朝になるんじゃないですか、もしかしたら寝たら。とりあえず石だけあれば。そうなんですよ。あー、いろりと調理な。いろりも作った？いろりはまだ、もうちょっと石があれば。あ、俺いろり多分作れるよ。あ、薪がねえな。あ、じゃあやって。ちょっと待ってね、木だけ。あ、下の誰か木切ってそのまんまにしようしません？木拾ってないしますよ、これ。十分だ。いろりどこに使う？俺かな。家だった。俺いけるかも。俺いけそう。あ、無理か。あ、誰かちょっといろり乗ってる人いるから無理だって。ねえ、いろりに足、片足突っ込んだやつがいるから。これでした。あ、オッケーオッケーオッケー。うお、すげえ。で、調理する？あ、ごぼうだ。ごぼう。ごぼう食べよう、みんな。今肉作ったよ。ごぼう。ごぼう肉作っとこう。ごぼう。あとはごぼうでとりあえず空腹をしのぐしかないな、ね、これは。俺は焼いた肉食べよう。ちょっと当分ごぼう生活だ、これ。そうだね。よっしゃ。オッケー、じゃあ藤七に話しかけよう。寝る？寝てみる？一旦。ござしか作れないの。わら足んねえ。おい宮田、俺ら寝る資格もないぞ。オールだ。藁取り行くか。藁取りに行くか。藁ってどこで取んだよ。数の上限。あ、ござ50個しか置けないんすね。1個の家にもしかしたら。ねえ。とりあえず、一回寝てみるわ。いや、ちなみに。あ、やばい。十分なスペースないって。寝たよ。寝たよ。多分寝たと思う。あれ寝たのかな、これ。寝てない？あ、もう、やばい。木槌なんこれ寝たのこれ。これは、みんな寝ないと寝れないっぽい。あ、やっぱみんなに寝なきゃいけないのね。
じゃあまずござをつ、あれか、それか 寝床つ、あ、なんかアコにあなたの村に移り住むように頼む村人を手伝ってダイナスティレジェンドレベルのを5まで上げる。暗いな、まだ寝る資格もないからな。なんか作れそうだな、なんかないのかな、明かり松明以外でなんか置けるもんないのかな。ありがとう。俺はやっぱちょっと自分の家作ろうかな。少しまだ無理か。うわー、ごぼううまいな。あ、設置することができる。あ、オッケー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 。やっぱ反対側に作ろう。でもやっぱ俺ちょっと共同生活は難しいかもしれない。ここに決めた。これでいける。ここだ。ここか。おー、なんか被ってきた。誰だ。おー、来た来た来た。まさか君もか。大ちゃん眠いって、もうみんな。でも、目がもう。待って、これって今日のところは止めてもらってもいいですか。でも、自分用の小座をないと多分寝れない。オッケーオッケー。じゃあ大ちゃんのお家止めてもらおう。で、朝が来たら村人の話だけよ。そうだな。あれ待って、小座置けないんだけど。あの、あれ作ればいいらしいです。斜めのね。そう、斜めの風よけってやつ作ればそこにござを置けるらしいです。なんかあの、ちょっとキャンプ的な。ほんとだ、ござついてる。ちょっと待ってね、じゃあここに。あれ、あ、置けない。人んちにござ作れねえ。そう。風よけね、風よけはどれだってことは、やっぱ家作んなきゃいけないんだな。いや、だから風よけがあればいけるって。基本で風よけ、これか。あ、もう草もない。草なくて草だよね。一番よかった、笑ってくれた。あ、これか。それです。じゃあ草なくて草だわ。みんなのやばいね、マジしらけたね。もうみんながさ、家で寝てる時俺は風よけで寝るわ。うん、タマも今風よけで頑張ってるから。草がないんだけど。草なくて草なんだけど今。3回目。草が足りない。ここです。あ、ありがとう。海が別館作ってるよ。これあの、木こりの家作ってます。へぇ。で、俺も手伝おうか、これ。ちょっと待ってよ、俺がサボってる感じだね。さっき寝ようぜって言っただからさ、寝ようよ。寝るよ。寝るか。おやすみなさい。はい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 。俺も行く。水田さん、それ俺が作ったやつじゃね。あ、横にあったか。何隣に作ったん。隣に風よけ作ったん。あ、寝た寝た。よっしゃ。よし、おはようございます。これで、おはよう。これではかどるぞ。明るい明るい。これなんこれ。あ、板が足りないか。板か。板。板って出て作るんでしょ。板ってどうするんだろうね。丸太はあれなんだけど。基本の建造物。あ、え、なんか木の作業台ってのスタミナが異常にないんだ。これ水か。できんじゃないか。あ、できた。あ、収納。おお。収納村人が物を手出してる。村人を住むためダイナスティ収納が全体共有されると。枝をくれ。へえ。クラフト。あ、これなんか丸太とか作れるのか。ほんとだ、簡単に。あ、めちゃめちゃいいじゃんこれ。薪とか。やべえ、楽しい。これずっとできちゃうわ。怖いわこのゲーム。え、これってさ、あ、違う違う、ゴザとかも勝手にこれ配置されちゃうのかな。で、これどうやってこっからどうやってこっからあれです。それ右、あ、左クリックの直しでどんどん立ててってくれます。もうちょっと前に近づいてってさ、よし、いいよ、下向いてもらって。あ、そうです。あ、本当だ本当だ。今、そう。え、なになに、終わっちゃうの今日。え、終わんないし、1本目。あ、早いな。やだな。あー、これ大変だ。これ丸太か。え、待って、いろりってさ、料理できる。料理できます。じゃあこの辺のなんか調理鍋みたいな作らなくていいのか。え、なんか多分調理鍋があればもうちょっとなんか他のものも作れるようになるんじゃないかなって思ってます、俺は。例えば鍋とか。
あーなるほどね、ちょっと質が上がるってことなのかな、はい、多分。あとなんかダイナスティ倉庫っていうのが収納でなんか多分結構キーになる気がする。ダイナスティ貯蔵庫か。そうですね、みんなで共有できるもの、貯水庫とかあって、そこに木とかもね入れとけば。そうそうそう。まずはじゃあ俺も家の装飾からしていこうかな。でも分かんないですよ、気づいたら玉森くん家の中変わってるかもしれないから、ね、勘弁して。ジュリが来たら危険だからな。ジュリ危険だな、だいぶ。これこそみんなで朝まで生配信したいね。いや、やばいっすよ、もう気づいたら朝7時とかになってますよ。ありえるよね、こういう系はね、うん、この辺の大きな家とかはレベル上がっていけんのかな。多分そう、ダイナスティレベル上げればって感じじゃないか。なるほどね、みんな上げてきてくれじゃん。あれ、他力本願寺の人がいる。お、なんか戦国ギャグみたいに言ってる。戦国ギャグだな。他力本願寺だ。よっしゃー、自分の家できた。おめでとう。ありがとうございます。大変だこれ。やっぱ生きるって大変だな。生きるって大変っす。よし、ここで宮田くんに、うん、恩を売っとけばいつか帰ってくるかもしれない。そうだよ、俺一回もらった恩は絶対に忘れない男だからね。よし、手伝います。お、マジでやってくれてんの。もうマジで。いやちょっとすいません、あったじゃん。はい、あと、いろりだけ頑張ってください、いろりだけ。あー、わかった。ちょっと、ちょっと、一回、一回、俺んち集合。ちょっと手伝うよ、これ。俺んち集合。板がないか、板か。あ、できたじゃん。おー、できた、できた。いろりへ。ちょっと、持っとき。あー、やったー、肉だー。いいな、肉。一回貢献してから。やった、やったー。なんか暴れ回ってるやつがいた。宮地の家ち、お渡りする。待て、ごそうとしてるし、やばいって。おい、やばい、え、待って、壊してる、貫通してる。やっぱさ、食事もらえないとさ。一気だ、一気。じゃあみんなでちょっとごぼうでもさ、食べながら今日終わりにしようや。はい、あー、お疲れ様でした。初日お疲れ様でした。ちょっとじゃあ次はあれですね、村人を手伝うところから、うん、はい、作業を始めたいと思います。じゃあ皆様ひとまずお疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、さあ見てくれてる皆さんもですね、いいと思った方ですね、グッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。長い道のりにはなります、なりそうですけども、うん、ちょっと見守っていただけたらなと思いますので、よろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。はい、面白い。この間に続けてていい。